皆さんこんにちは。国際交流塾山口です。今回は新しく山口県の国際交流員となったハン・レイレイさんを紹介します。大家好、我是国际交流员樊丽丽。我来自中国山东省泰安市。初次见面请多关照。皆さん、はじめまして。国際交流員のハン・レイレイと申します。中国の山東省泰安市から参りました。どうぞよろしくお願いします。泰安市はどんなところですか？泰安市は山東省の中部にあります。世界初の複合遺産に登録された大佐があり、歴史と文化があふれる都会です。山口の印象はどうですか？山口は緑いっぱいで静かで住みやすいところです。山口での毎日がきっといい思い出になると思っています。趣味は何ですか？私は観光と博物館巡りが大好きです。また暇な時よく公園で遠駒回しをします。好きな料理は何ですか？日本料理なら寿司、すき焼き、お好み焼きが好きです。中華料理だったら餃子、火鍋、北京ダックが好きです。皆さん機会あったらぜひ食べてみてください。好きな言葉は何ですか？千里の道も一方より起こる遠い言葉が大好きです。どれほど遠大な道のりを歩むにしても最初はこの一方から始まりますね。大きなことを成し遂げるには身近なところから着実に始めていくことが肝要だと思います。これから中国の国際交流員としてどんなことをしたいんですか？これから中国のことを分かりやすく紹介し、そして山口県の素晴らしさを肌で感じ世界に伝えたいです。中国語や中国文化など皆さんが知りたいことがあったらコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。谢谢。再见。